こんにちは、ギタリストの副島です。今回なんですが、皆さんにとても大切なお知らせがございます。タイトルにもねある通り、この度私副島俊樹のシグネチャーピックアップが発売することになりました。その名も STP90 というね、こちらのピックアップなんですが、まあ、このシングルピックアップと思いきや、よく見たらホールピースがマイナスネジになってるんですよね。でなんかその時点でこうなんかちょっと普通じゃない感があるんですが、まあ、マイナスネジだから各弦によって出力が調整できるっていうね、まあ、そうパッと思い浮かぶ特徴の斜め上を来る秘密がありますので、そのあたり含めてね今日解説していきたいと思います。でこのね秘密こそもう最大の特徴になってて、まあ、多分ピックアップ相当詳しい方じゃないとわからないと思うんですけど、実はこの STP90ですね、シングルピックアップのサイズに P90 の構造を落とし込んだ全く新しいコンセプトのピックアップになってます。世界的に見ても珍しいと思います。で今回の動画ではシグネチャーピックアップの開発の経緯からサウンドチェックと購入方法についてね全てを解説していくんですが、ただの解説紹介動画ではありません。ピックアップ自体のサウンドを厳密に他のものと聞き比べるってなかなか難しいですよね。で今回はですねそこもはっきりと検証していくために、なんと今ここでこの生徒さん所有のストラトキャスターをピックアップ交換して、そのビフォーアフターのサウンドチェックまで行いたいと思います。というわけでこちらが僕の運営するオンラインギタースクールソウルギターラボの生徒さんで、このストラトキャスターの持ち主の渡部さんです。渡部さん今日よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。最近 SGL ではこういう生徒さん絡めた企画もやってますので、もし興味ある方概要欄覗いてみてください。そして僕はいつも静岡でお世話になっている、静岡日本に誇るスーパービルダーの YOS ギター工房の吉田さんですね。よろしくお願いします。それではまずはピックアップの開発の経緯からね解説していきたいと思います。それでやってみましょう。ではまずね STP90 のね開発の経緯なんですけれども、僕ずっとブルーノギターとかで P90 を使っていて、かなりその P90 のサウンドが好きなんですよね。で今回はこのピックアップの企画自体を吉田さんからね持ってきていただいて、吉田さんといろいろ話をねしてたんですよね。ギターの鳴りってなんだろうみたいなね。そうですね、なんかね木材が鳴ることなのかピックアップによるものなのかみたいな。で弾き手はどのぐらいとかね、結構マニアックな話をいつもメンテ中とかにしていて、僕もなんかいろいろ考えていたんですよね。でそもそも P90 に対してどういう印象を持ってるかっていうと、僕 P90 の音ってよくシングルとハムの中間みたいな、よく言われるじゃないですか。でも独自の響きは持っていると思うんですよね、はい、でもそう表現するしかない部分もあって、で P90 の僕の印象は弦の音がすると思うんですよね。弦の音がしてる2回言ったんですけど、一番なんかね3回目弦の音がするで、なんかねその生音の音の弦の感じとかがこのギャンギャンとか言ったりするじゃないですか、こういうのがかなり如実に出るのかなと。でハムだとだいぶ弦の音から変わりますよね。例えばフラットワウンドだとあれこんなモコモコしてたっけってフルアコとかでもなるし、普通のラウンドワウンドでもかなり暖かくなる、本当の弦の音よりはだいぶ暖かくなって、でシングルだと鉄製の弦が持つこのバキッとしたものをより分かりやすくして出力されているような気がする。で P90 はかなりそのままなのかなっていうふうに僕思ってるんですよ。確かにそう言われてみればなんですけど特に巻き弦4、5、6弦の巻き弦のその巻き弦感みたいなのは P90 が一番私も感じます、ね、なるほどなるほど、巻き弦の音に結構特徴あるみたいな。そうすごく巻き弦の太さみたいなものもしっかり如実にアウトプットしてくれるなっていう感じは、します。その先ほど副島さんおっしゃった通り、シングルとハムの中間みたいな言われ方をします。私のイメージだとどちらかというとシングルより、そうそうそう、構造的にはシングルっぽいなんですかね、シングルよりなんだけどハムのようなこうローエンドのエッセンスみたいなのは確かにあるな。低音源を弾いた時に P90 はやはりシングルだなって思うんですよね、やっぱ低音源の鳴り方は全然ハムとは違うというか、一方で高音源弾いた時はこれ本当にシングルピックアップなのかなってぐらいハム的な太さが出て、クリーントーンでも1弦だけで歌い切れるような頼もしさがあるっていうのが P90 の特徴だと僕は思ってますと。だからこそピッキングとかのニュアンスすごい如実に出るから、そのギターがソリッドなのかホローなのかセミホローなのかっていう違いとかも P90 すごく出て、なんかすごい素敵なピックアップだなみたいな。あとちょっとこう見た目もなんか特殊でなんかやってくれそうな感じがするんですよ、やっぱ P90 のギター持ってると。でそういうのもあってすごい好きなんですけど、いかんせんサイズ的にも大きかったりして、主に生徒さんとかでその僕の音っていうのをね参考にしていただいた方が P90 のピックアップとかギターを探される方多いんですけど、やっぱそうする
すると選択肢が結構狭まってきてしまうっていうのもあって、そこで吉田さんにすごく面白い話としてシングルサイズの P90 があるんですけどどうですかっていうふうにね言っていただいたと。でそうすると、例えばこのストラトも買えるし、ピックアップ交換であまりギターの形を選ばずできるので、かなり夢が広がるなということで開発がねスタートしたという経緯になります。そしてなんとですね、 S ジルの生徒さんの渡辺さんが結構年代物のねストラトですよね。そうですね、これ何年のストラトなんですか。1973年というふうに聞いております。もはやもうヴィンテージという楽器だと思うんですけれども、ある種交換するとそれこそ資産価値みたいなのもね下がるけど、ね、大丈夫ですかみたいなね、そのあたりもこうしっかりと確認してもらった上で、それでもということでね、っていうのもあれですよね、ちょっとこう音がそんなに好みじゃなかったっていうお話が。そうなんですよね、まあ、恥ずかしながら通販で買ったものというところがあって手にして音を出してみて、ちょっとシングルコイル特有の頼りないっていう感じがする音だったので、もうちょっとあったかい音、やっぱり副島さんが動画等で出してらっしゃる音に近づけたいなっていう思いはずっと持ってました。あ、もちろんこれもね好みと趣味嗜好なんですけども、やっぱこう見るからにザ・ストラトの音が出てきそうですもんね、もうね。まあ、というわけでね、ちょっとお待たせしてしまったんですけど、いよいよまずこのギターそのもののピックアップでの、サウンドチェックをクリーンクランチオーバードライブという風に聞いていっていただいて、その後ピックアップを交換してね、アフターの音も聞いてみようと思います。ヴィンテージギター弾きました。あ、そうなんですか。音の感想の前にこのフレット弾くみたいな、うんうん、これ最初からこうなんですかね。もともと低いんですけど、うんうん、さらにヴィンテージで削れてるもんですから、ね、あ、そう、多少低さは出てるなって。いやー、だからこそこのなんかベッチベチのね、うん、音といいますか、やっぱりこの、ね、フロントで思わずこのコードを弾きたくなってしまう、てか弾かされるフェンダー独特のこう格言のバランス感というか、これぞみたいなね、うん、ところありますよね。まあ、これぞというものだからこそハマらない人はハマらないのかもしれないということで、この後ピックアップ交換してどうなるかね、ちょっと楽しみですね。特にリアとか結構な、うん、差が生まれそうだなとは思いつつですね、うん、じゃあ早速交換してみましょう、はい、お願いをして作ってもらう。これが STP90 ですね、はい、ホールピース。今からこの渡部さんのギターを変えていきます。おお、マグネットだ、なるほど。 これが磁石なんですよ、ね、それをこのプレートで挟み込んで押さえるんですけど、そこが普通のシングルコイルではないんですよ。だから分厚いってことですね。そうなんです、ね、この分の分厚さがもし足りなければ、この掘り下げないといけない。そうだ、この分が丸々普通のシングルではないですね、うんうんうん、そう、普通のシングルはこのポールピース自体が磁石なんですよ、うんうん、ネックプレートね、形が3点止めですね。3点止め、ちょっとこう、この、あ、
そうですね、磁石分だいぶ厚さが違いますね。4ミリぐらいですね、うん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 、はい、なるほど、ありがとうございます。ビッグガード当ててこの定規で元の深さを測ってもらって、今このギターが18ミリぐらい深さなんです、うんうん、これだったら掘り下げなくて大丈夫だと思います。あ、そうなんだ。そう、一般的なストラトキャスターはだいたいこのぐらい18ミリぐらいだと思う、うん、ただすごいヴィンテージ54年のオリジナルとか、うん、あとリーシューモデルになっちゃうとフルの16ミリしかないんですよ、そうすると多分入んない。なるほど、はい、ただしちょっと個体差がやっぱりあるものですからね、確実に何ミリあれば大丈夫ですよっていうことも言い切れないんですけど、では、吉田さんからピックアップ交換したギターが来ました、はい、ちょっとまず、まあ、ボリューム10のフロントピックアップで、まあ、E メジャーのコードとか鳴らしてみますか。いきます。おお、これは如実に変わりましたよ、うん、じゃあさっき印象深かったあの E の地味変更度いきます。おお、丸い感じが変わりましたね。これ今トーン絞ってないですよね。絞ってないです、うん、てか今度永遠に回ります。それちょっとそうじゃあちょっと弾いていってみます、はい、うん、副島さんシグネーチャートーンですねそうですね、なんかこう手前味噌なんですけど、自分の音がしました本当さっきはね、やっぱそのある種の弾きにくさみたいなのももちろんあれ素晴らしい音なんですけど、ああいう音あんま慣れてなくて、なんか何弾けばいいのか分からなかったんですけど、フレーズが出てくるというか、ちょっとセンター、おー、ここ好きですね。新鮮ですね、 B90 のセンターポジション。倍音の出方がめっちゃ気持ちいい。こういうのもいいですね、なんかこうあえてこうちょっとピッキングハーモニックス気味にクリーントーンで弾くみたいな、うん、なんかそういう倍音がすぐ出てくれるからやりやすい。じゃあリア、これ劇的に変わってる、うん、もうスタラトじゃないですね。そうですね、はい、うん、それこそ純粋なるストラト好きの方からすると良し悪しあると思うんですけども、うん、これ新鮮で新しい体験ですよね、このリアの音って、うん、ローミッドがねいますよね明らかにね、うん、じゃあちょっとクランチの音とかもやっていきましょう、はい、あ、でさっきの、オリジナルの状態だと、その僕がいつもセッティングしてるペダルの状態だとあまり歪みが来なかったんですね、うん、ピックアップの出力が弱くて、うん、でそれで、まあ、どういう風にそのサウンドも変わるのか、まあ、歪むのかみたいなところがね、そして P90 のハーフトーン、
きのセンターの倍の出方が好きっていうふうに僕言ったんですけど、リアと混ぜてちょっとクランチやるとまたこれもあんま他のギターでは出ない田舎臭くなる直前で止まってるみたいな感じがあります。そしてリア、とにかくミッドが、じゃあ歪ませていきます。伸びますね。センターボリュームをちょっと絞ると気持ちいいですね。この辺りです、センターの音。いいですね、本当別物になった印象180度、まあ、変わると言っても過言ではないかもしれないですね。渡部さん、率直な感想を聞きたいんですけど、どうですか？いや、もう太い、ぬくもりがある、うんうんうん、そういった気持ちが今こう湧き上がってきたんですけれども最初行った時にその頼りない感じがするっていうふうにちょっと申し上げたんですけども、それもなくなったような感覚があって、特にそのセンターの時の音がなんか心地いいこう包まれる感がなんかあったって私は思いましたね。なんかその最初の渡部さんの持ってくださったオリジナルの状態だと、その僕はローコードのストロークぐらいしかもうやることが思いつかなかったような、まあそのぐらい振り切った、そこでは多分スペシャルな音を出してくれると思うんですけど、うん、そういうあの音だったんですけど、まあ、ちょっとオールマイティになったかなと、うん、E メジャーセブンスのこうバレーコードだけでなんか聞かせれる感じになってね、ここに、ね、リバーブとかディレイとかかけて、トレモロなんかもかけとけばこんな感じでね聞かせれると。そういう使い方も、ね、できるようになりますよね。吉田さんはどうですか？フロントピックアップを主体に演奏される方が結構多いギターですよね、うんうん、やっぱリアがどうしてもローがちょっと足りなくて、うんうん、上が出すぎちゃう面があるんですから、ただもうこのピックアップは全ポジションものすごく実用性があるなというのが今、はい、私が聞いてて一番の感想です。特にそうリアとセンターのハーフトーンって使い道がかなり限られちゃうというか、ストラトはそうなんですけど、今私がファーストインプレッションでは一番好きだったかな。倍音がねファーッと出てね、琴線に触れる音というか、それこそリードの音としても結構いいかもしれないですね、うんうんうん、センターとリアのハーフトーンで、まあ、ディレイとかもかけてリアとセンターのハーフトーンにして、少し、まあ、歪ませた状態で、まあ、リードを取ると。もうちょっと歪ましても面白いかもしれないですね。こんな感じですごいこう P90 のいなたさがすごい出てるんだけど、さら、うん、にこのストラトのハーフトーンの繊細さみたいなのがすごくいい音ですね、うん、バッキングもこれ気持ちいいですね。あのアンプだけに作ってて、フロントとかでもこうこんな感じです。
失われた点としてはやっぱりその、まあ、ローがないからこそ の, すごい上のところ の, そのクリスピーな部分とかそういうのは確かに、はい、そうですよね、まあ、強いて失われたものとしたらそこはトレードオフだったのかなという感じがします、はい、ボリュームをさっきは、まあ、7、8ぐらいでしてたんですけど、まあ、そうすると、まあ、10に近い形で使っていただくと、うん、結構、うん、いいかもしれない。そうで決して 1,2 弦が寂しいっていう感じにはならないですよね。そうですね、はい、この辺だといいかもしれないですね。もともとハイパスが入ってる空飛ぶあんまないのかもしれないですけど、そうするとまあボリューム絞った時のこのハイのちょっとこう落ちた感じ軽減されるのかな。でハイ落ちってペダルとかでも補えると思うんで、はい、まあ、こういう風にめちゃくちゃ歪ませといたものを引き算した音とかって結構ハイがちゃんと残るんですよね、まあ、そういう風にしてハイを残すのもまた一つの手かな。というわけで私副島俊樹のシグネチャーピックアップ STP90 なんですけども、で気になる価格の方はですね、まず最初はですね、そのセット販売を当面の間は行おうと思ってて、まあ、このフロントセンターリアのセットのみでのご提供、こちらで55,000円ですね、まあ、というのも最初のピックアップ販売ということでいろんなことはあるかなと思いますので、ちょっと落ち着くまではセット販売で行こうとね、吉田さんとちょっと協議の上に決定してます。で販売時期なんですが、先行販売と一般販売という枠がありまして、まず先行販売は6月の8日に島村楽器静岡パルコ店さんにて、まあ、イベントがあるんですね、まあ、そこに僕と有賀さんと吉田さんでね出演するということを決定しておりまして、そのイベント内にて先行販売をまずは行います。で詳しい数量とか購入方法については島村楽器さんのサイトをご確認ください。そしてですね、そのイベントが6月8日にあって、6月のまあ中旬から下旬頃にかけて今度は YOS さんの EC サイトの方で一般販売を開始します。でその販売の情報について、副島俊樹公式 LINE の方で、まずはですね情報を共有していこうと思いますので、これは気になる欲しいという方は、ぜひあの公式 LINE の方に今のうちからご登録お願いいたします。でここからちょっとピックアップの、まあ、販売にあたっての注意点とか気になるところっていうのを、まあ、ちょっと FAQ として質問を想定してきましたんで、はい、それをこう吉田さんに聞いていく形で細かいところを聞いていこうと思います、はい、今回のピックアップなんですけど、その取り付けに際してもしかするとこのギターのキャビティを掘り下げる必要性があるかもしれないというふうにおっしゃってたんですけど、はい、それはこうなぜなんですか。あの P90 を再現するにあたって、うんうんうん、やっぱり中こうピックアップ自体の構造をできるだけ P90 に近づけると、うん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 、で P90 独特なのがピックアップ本体の底に磁石がくっついてるんですね、うんうんうん、普通のシングルコイルにはついてないんですけど、うんうんうん、その磁石の厚み分それも再現してるので今回、うんうんうん、どうしてもその分ピックアップ自体の高さが高くなってしまう、うんうんうん、なのであのもしかしたらメーカーさんとか各楽器によっても個体差がある部分なんですけれども、うんうんうん、物によっては数ミリ掘り下げないと取り付けができない、もしくは適正なピックアップの高さに調整ができないということが起こり得る可能性があります。例えばその島村楽器さんで買ってその取り付けまでお願いしたいという時は島村楽器さんにそこをお問い合わせいただいて、はい、一般販売で YOS さんから買った場合はそれもこうやってもらえるパックみたいな、はい、そう取り付けまで、はい、一緒に受けたまります、うんうん、もちろんちょっと取り付けの部分は別料金になっちゃう、うんうん、まあ、とだいたいピックアップの交換と、うん、あとはもう一回弦を張り直して調整をする、うんうんうん、セッティングをするところまでで、うんうん、税込み 15,000円ぐらいの価格がしちゃうかなと思うんですけれども、取り付けまでご依頼いただければきっちりセットアップをさせていただきます。そこ安心感あっていいですよね。自分で僕は交換できないんで、はい、それはねあのすごいいいなと思いました。で、今回の、まあ、ピックアップについてちょっとお問い合わせとかをねあのされたいという方も多くいらっしゃると思います。でその問い合わせの窓口はですね吉田さんの方に、はい、ちょっと今回受けたまっていただこうかなと思っております。で僕もあの答えたいのは山々なんですけれども、やっぱ知識として吉田さんの方がより正確な、ね、返答いただけるかなと思いますので、問い合わせの窓口は YOS ギター工房さんにということで、はい、よろしくお願いします。というわけで、副島俊樹シグネチャーピックアップ STP90 サウンドいかがでしたでしょうか。いよいよこの6月から販売が開始します。で最初本当に数が少ないんですよね。どうしてもハンドメイドで作っていただいているものなので、はい、なのであの非常にですね少ない数にはなってしまうんですけれども、まあ、丁寧にちょっと販売をさせていただいて、それこそピックアップなんで売って終わりでは、ね、ないと吉田さんも、ね、言っていたので、まあ、とも丁寧に最初のニーズにお答えしていきながら、まあ、ちょっと今後ノウハウを貯めてまた多くの、ね、数
スをご提供できる日も来るかもしれないので、とりあえずあの最初気になるという方はぜひ、下丸楽器さんの先行販売と、一般販売の最速情報をですね LINE で受け取っていただければと思います。でまたちょっと最後話少しそれて、やっぱこう生徒さんと何かやるの楽しいなと今回思いました。いろんなことにこの生徒さん巻き込んでいた時でやっぱ YouTube の動画とかもやっぱ楽しくなるなと、まあ、僕にとってなんか生徒さんっていうのはそのお客様ってももちろんあるんですけど、同じ前提のもとギターを楽しめる仲間みたいなのが結構あったりするんで、ちょっと今後もですねこういう巻き込み型の企画やっていきたいと思っております。まあ、そういうこともソウルギターラボでやりますので、興味がある方はぜひ概要欄を覗いてみてください。というわけで今後もですねこのシグネチャーピックアップ含めて、いろんな情報を発信していきたいと思います。引き続き、情報を楽しみにお待ちください。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。じゃねー。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。この度僕のオンラインギタースクールソウルギターラボがオープンすることになりました。副島俊樹の直接指導と完全個別のカリキュラムで1年で確実にネオソウルギターが弾けるようになる全く新しい形のオンラインギタースクールです。ギターの構え方から最先端のネオソウルフレーズまで網羅した豊富なレッスン、全てのレッスンに連動したアウトプットのフレーズ集、24時間365日いつでも悩みを相談できるあなた専属のコーチ、全国から集まった共に高め合っていく仲間、ギター上達に必要な全てがここにあります。現在7日間の無料体験実施中です。ソウルギターラボであなたを待ってます。いいですね。